ジオのさ第1回あわれトーナメント、イエーイ。はい、始まりましたね、第1回あわれトーナメントの時間がやってきました。すごいですね、今日もプレミア配信を やらせていただきたいと思います。はい、どうも、司会の、珍宝珍宝シャーペンの芯入れて中でポキポキポキの助です。はい、よろしくお願いします。それはそうですね、どうも破裂なご視聴です。はいね、皆さんのお楽しみ、あわれ第1回あわれトーナメントでございますね。一体何の、コーナーかというとですね、これはですね、皆さんもう皆さんお待ちかねでしょ、お待ちかお待ちかね、あわれの時間でございますね。あわれを見せたい、あわれを見たいお客さんがもう皆さんもうあわれを見せろ、あわれを見せろ、自分より面白くないやつのあわれをね、見せてよっていうね声が多いんで、今日はもうね、それをトーナメントにしました。ね、トーナメントでやっちゃおうっていうわけでございますよ。はい、というわけでね、私のね、ハリウッド軍団のみすぼらしい哀れエンターテイメント、哀れエンターテイメントの面々がですね、哀れを、これぞザ哀れ、これをこれで、これぞ哀れのやつをちょっと送ってきてもらいましたね。で、トーナメントで勝ち抜いた、人が一番哀れというね、哀れトーナメントですね。はい、トーナメントをもう事前に組んでおります。こちらなんですよ、こちらがトーナメントでございますね、みすぼらしい面々でございますけどもね、いや、ええやん、そんなこんな時にね、こんなトーナメントに、なんだろう、例えばなんだろうな、バイキング小峠とか哀れじゃないもん。うん、例えば誰かな、あと剣道小林とか、うん、哀れではないんですよ。哀れは哀れのプロがおるわけですよ。うん、哀れオールスター哀れオールスターの面々に、今日は自慢の哀れをこう取ってきていただいております。はい、ルールは簡単、30秒の哀れ、30秒哀れを取って、交互に見まして、どっちが哀れかっていうのを判定して、どん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 こうトーナメントですから、1回しかやんない人もいるしね、優勝する人はこう3回勝つってことですよね。3回哀れを3回勝たないと、ザ哀れにはなれないということですね。この中で一番の哀れを決めようということでございますけどもね、もう優勝候補はですね、私ね、これゆっくんと桐野はもう手堅いと思いますよ。うん、もうもうリンスも手堅いな。うん、あれ全員優勝の可能性があるからね。うん、あれよ、勝った方が哀れってことよ。うん、だから、あ、もうめちゃくちゃ哀れはもう勝つっていうかな、負けがちっていう、うん、その人としては負けた方がいいわけですよ。うん、だって一番優勝したら一番いいやなわけですよ。ああ哀れだなって言われるから、だからね、その点はなんかね、皮肉なもんなんですけどもね。じゃあ早速ね、トーナメント見ていきます。はい、じゃあ第一試合から見ていきましょうか。第一試合は、ゆっくんちゃん対ダーリンズ松本凛さん。もう事実上の決勝みたいなもんですわ。うん、はい、じゃあ見ましょうかね。じゃあ第一試合ね、まずゆっくんからどうぞ。Ready? Go!強いな。
や知らんがな。冷たいよ。いやそりゃそうやろお前水飲めや。冷たいですよ。いややらんきゃええねん。いや好きでやってんねんから。哀れですね。しょんぼりじゃないねん。いやもう最初からめちゃくちゃ哀れですね。いや結構冷たいよとかって言うてるけどもこんなもんあれやで、自分でやってんねんからね。あのこれやれって俺は絶対言ってないから、これをやれ、 この水から下からあの突き上げてくる水をこう顔で受けろなんて一言も言ってないですからね。自分でチョイスした哀れだからしょうがないよそれはね。じゃあいきます、続きまして、第1回戦の第2試合1回戦の、高校ねダーリズの松本凛さんの哀れですね、レディーゴなんなんだよこれ。いやーこれいい勝負ですね。名勝負が生まれましたねこれは。これどっちが勝ってもおかしくない試合ですねこれ。これは事実上の決勝戦やなマジで。うん。うーんどっちやろ。判定をしないといけないねこれね。先行ゆっくんちゃん。さあゆっくんちゃん哀れだったもん。ねえあれはこうでも面白かったしね。ゆっくんちゃんの哀れの方が面白かったし。そうそう大体同じぐらいの哀れだったら面白い方ですね。はい。じゃあ1回戦はゆっくんが勝ちました。はい。じゃあ1回戦第2試合いきましょうか。ヤダン本間 VS 桐野康夫でございますね。はい。ヤダン本間くんの哀れこちら。レディーゴー。面白い面白い。これは面白い。ウケるぞ。面白い。蹴るぞこれ。なるほどなるほど。なるほどね。こう来ましたか。やだな本間くん。なかなか良かったんじゃないですかね。哀れでしたね。はい。じゃあ続きまして桐野康夫くんの哀れ見てみましょう。こちらですね。レディーな。なんなんだよこれ。哀れだな。哀れですわ。ちょっとガチだ。いや本当に気持ち悪い。いや知らねえよ。いやこれはすごいね。これも名勝負生まれましたね。これはいい企画かもしれないね。みんなが光るね。このコーナーはみんなが光る。はい。じゃあ判定しましょう。判定、高校キリノやぞ。これ良かったね。キリノやだほんま良かったよ。あれやだほんま良かったんやけど、
高校記念のやつだったな。うん、こう自分で回ってあの頭クラクラして倒れるっていうね。哀れでしたね。うん。で、あのまあこれはあの余談なんですけど、俯瞰からあの俯瞰で見てる人が動画撮ってたんですよ。でそれの動画もちょっと見てみます。うん。これこっちなんですよ。俯瞰の動画。はい。そうそう。うん。俯瞰でね見るとこうなった。哀れだな。これは哀れですわ。うん。哀れだな。うん。いやこれはね別に採点基準になんないよ。これは採点になんないんやけど、こう。いや哀れですよ。うん。いや本当に気持ち悪い。40過ぎのおじさんがこんなん公演でしてるって。哀れですわ。これはいいですね。いいコーナーだし、これいいコーナー多分絶対2回目もある。うん。はい、じゃあ1回戦はゆっくんとキーノが勝ったっていうことですね。じゃあ、これも準決勝になるんですね。準決勝シードの、まずは豆山 VS ゆっくんの試合見てみましょうか。じゃあ豆山の、哀れから見てみましょう。こちらです。レディーゴー。なんなんだよこれ。なんなんだよ、哀れだな。哀れすぎますわこんなもん。お前ほんとやばいねこれ。うん、まあ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 よかったんじゃない。うん、じゃあ、それに対するゆっくん、ゆっくんねもうちょっと勢い乗ってるから、うん、哀れに対しては、うん、でゆっくんの見てみる。レディーゴー。腹よじれる。いやいいねゆっくんいいね。うん。いや別にね、あの哀れな顔を撮って30秒の哀れな顔を撮ってっていう指令ですよ。でシャボン玉のシャボン液を口に入れろなんて一言も言ってないですけどね私は。うん、哀れをだ勝ちたかったんでしょうね。うん、よかったよかった。じゃあ判定いきましょうか。豆山対先攻豆山対高校ゆっくんどちら。うーん、暴れ。高校ゆっくんじゃん。いやゆっくん強かったなこれ。うん、いやすごいね。シャボン玉の液でうがいする暴れの発想はなかったですね私。いやこれ新境地来たんじゃないね。これをネタでやったら売れはしないと思いますけど。見れないもんだけど寝そべってるからね。うん、でもなあ、なんか俺はなんかちょっとね、こう哀れのエンターテインメントとして世に出てよかったな。いやよかったよかった。決勝進出ゆっくん決勝進出でございます。はい、
じゃあ次行きましょうか。次は、キリのやつを VS チャーミング二郎ちゃん。これもなかなかの熾烈な戦いでございますね。はい、じゃあ、キリのやつ、キリのやつをの哀れ、こちら。レディーゴいやもうかわいそうになるわもう葉っぱ落ちてる葉っぱなめなめは哀れですわいや洗ったんでしょうけどね。いやーこれ強いね落ちてる葉っぱなめなめはき食べ食べきついな。うん、いや面白かった。じゃあチャーミングジローちゃんいきましょうか。チャーミングジローちゃんの哀れこちら。レディーゴー。忙しいよ、どうも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 、売れっ子だよ、どうも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 、本当は仕事がずるああ面白いああ面白い、ああすごいなこれ本当は仕事がゼロいやーこれ良かったな。うん、いやーどっちこれもなかなかむずいな。うん、先行キリナスを高校チャーミングジロー、判定を、我どっちだ、先行キリナスを哀れだった。うん、落ちてる落ち葉なめなめは哀れだった。うん、ねえでもチャーミングジローちゃんも結構良かったよあれ。うん、ねえから元気でダマダマって言っといて本当は仕事がゼロみんな光り輝くねこのコーナーは。うん、めちゃくちゃええやんこのコーナーはい、じゃあ、決勝ね、決勝は、ゆっくんと桐野安男になりましたね。いやこれもうもうだいたい下馬評通りですね。下馬評通りのゆっくんちゃん対キリのやすおの決勝戦になったっていうことで、いやーこれどっちが勝つか分かんないね。こう勢い乗ってるから2人とも。うん、で、この優勝した人にはもう本当に哀れ哀れの称号が、もらえるっていうことでございますけどね。賞金とか一切ないですから、うん、ただお前哀れだなって言われるだけで、皆さんも言ってあげてください。街でやったらお前哀れだなって言ってくださいね。だって第1回哀れトーナメントで優勝したんですから、哀れの称号をいただいたっていうことですよ。うん、じゃあいきますか。決勝戦いきましょうまずはゆっくんちゃんからの哀れを、ご覧ください。ゆっくんちゃん哀れゴー。レディーゴー。欲しいですよ。僕も手の届かない存在ですよ。いやよかったよかった。うん、いやよかった、欲しいですよ。いや良かったですね。うん、哀愁が漂ってました。はい、じゃあ、高校のキリの予測いきましょうか。決勝戦ね、哀れトーナメント、これおもう泣いても笑っても、第1回哀れトーナメントの、優勝が決まるってことですよ。はい、じゃあ行きましょう。キリの予想
あわれーキュー、 Ready?哀れだな。うん。はい、決勝戦終わりました。はい、泣いても笑っても、優勝がこれで決まるということですね。はい、じゃあ判定いきましょうか。第1回哀れトーナメント優勝は、いやーこれ哀れでしたね。うん、もうキリの安男も良かったんですけどね。まあちょっとガス欠になったっていう感じしますね、ちょっとね。うん、まあまあゆっくんもまあ若干そういう感じはあったんですけども、でもなんかね、哀愁がこうね、1回戦2回戦のやつをこう包み込んだこの統一感みたいな感じが出てましたね。はい、まあ哀れに統一感もクソもないんだけど伏線回収もないもんねえんだけどでもまあまあ良かったんじゃないですかね。これは良かったね、この企画。うん、あんだけこのやべえやつらがこんだけ輝く、企画はこれ以外ないっすね。はい、俺はね、そうね、1回戦のゆっくんとリンスは名勝負だったね。うん、1回戦名勝負揃いだったな。うん、ゆっくんリンスも良かったし、本間キリでも良かったよ。うん、1回戦のゆっくんの哀れネタと1回戦のキリノの哀れネタ、相当レベル高かったです。あとリンスの1回戦の哀れネタ、これ相当レベル高かったですよ。うん、この哀れ具合はい、じゃあね、この哀れ全員でいっぺんに、見てって終わりにしましょうかね。6人の哀れのネタをいっぺんに流しますんで、最後はそれ見てお別れください。はい、というわけで第1回哀れトーナメントは、ゆっくんちゃんの、優勝で幕を閉じました。はい、じゃあ第2回までお楽しみください哀れだな哀れうん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 、面白い面白い、うん、これは面白い、いけるぞ、うん、面白い、うん、いけるぞこれ、冷たいよ、冷たいよ、冷たいですよ、運動登録してね。
正面登録やめて、正面登録やめて、正面登録はやめて。